サンカローク用は、タイの北部、スコータイ県のサワンカロークの北に位置するシーサッチャナーライにある大規模なサンカローク焼きのカマート群であり、近接するパヤーンカマート群やコノ追イカマート群について称される。サンカローク焼きは、日本でも桃山時代より、ソウコロク焼きの名で広く知られる陶器であり、その名は、大産の陶磁器を総称して呼ばれるようにもなった。サンカローク用の後は、 トゥリアン用というスコータイにあるカマートなどと同様の名称でも呼ばれる。名称のサンカロークは生産されたシーサッチャナーライの救命、内視周辺の地名の点火によるものであるとして、スワンカローク用とも称される。しかし、サンは、ソーン、コロークは、カマノイであるとも解されている。また、トゥリアンは、カマートの形がドリアンの果実に似ることによる。 サンカローク用の遺跡は、スコー太イ町ーチの福都であった、シーサッチャナーライ旧市街となる、シーサッチャナーライ歴史公園の北西約1 5トルから、北6 5トルの、ヨム川ソイ西岸に位置する。シーサッチャナーライ旧市壁の近い位置に散在する、パヤーン村のカマート群のほか、この多い村と呼ばれる一帯では、およそ1.5平方キロメートルの地域に、 約200機余りを数えるかつての陶器工場の遺構が発見されている。この一帯は13世紀以降、スコータイの陶器が生産された地域であり、おそらくは大国内で最古となるカマートである。なお、アデレード大学の大オーストラリアの考古学グループは、シーサッチャナーライの陶磁器がスコータイ王朝の1000年以上も前に生産されていたことを見出したとして、13世紀に、 中国より、その生成がもたらされたとする一般的な見解に、ことを唱えている。酸化ローク用は、レンガを積み合わせた、平ら用で、長さ7から10メートルほどのボウルト状に作られる。ここで見つかった焼き物は、スコータイのものとよく似ており、その多くは皿や茶碗である。酸化ローク焼きの特徴は、政治にあり、糖度に、光沢のある透明な青や緑の政治油で、覆われるが、 スコータイのクメール支配時代の系統である黒や褐色の黒活油で覆われたもののほか、釉薬を使わないものも焼かれたと考えられる。また、模様は伝統的な鉄絵で黒く描かれる。1987年、この大井に酸化ロークカマート研究保存センターが設置され、重要なカマート群の一つである42番のカマートを覆うとともに、 周囲の鎌跡の保存や周辺で発見された陶磁器や陶片も展示している。また、同じくこの位いの重要な61番の鎌跡の展示施設として、参加ロー焼き博物館61番用も別の場所に設けられている。ありがとうございます。